リル TV。 リルグランビッチのアフタヌーンティー本当にね、ちょっと今日無理やり来ていただきました。あのこちらね、ペリさんと、ペリでございます。レオくんです。レオです。アフタヌーンティーはね、私のこうゆかりのある方々とちょっとおしゃべりをしたいなみたいなことでね、設けたコーナーなんですけれども何を隠そうね、私がドラァグクイーンを始めたきっかけはこの人なんです。本当にこの人がミクシーで、ね、パフォーマンスチーム組みたいんだけどドラァグクイーンが一人必要なんだよね、やんないっていうメッセージを、いただいたのがきっかけですよ。今日は渦巻きの話かなと思って、渦巻きの回じゃん。そうだね、渦巻きっていう新宿2丁目のドラァグクイーンの当時の、まあ、こう登竜門というか、そうなの、まあ、若手がまず出るパーティー、火曜日をね、平日の第2火曜日の8時ぐらいから5時までやるよね、うん、やるアーチ？アーチって、でもないんですけど今はね、うん、アーチでやってたパーティーに出てたのよね。あなただってレオナ・フォクシーさんだった。そうでございますね。そう、ドラァグクイーン考えたよね、あの芸名一緒にね、何にしようかって。あれ、ミッツさんとか出てなかった？出てはない。なんか審査員でね、いたよね、若手女装ブランコね、ドリアンさんが初回でグランプリ取ったクワガタの、そうなんだ。本当覚えてないけど、でもさ、そこに私出てたよね、若手女装グランプリに。なんか多分細川文江で出てたと思う。そうだよね、細川文江じゃなくて細川文江の後ろにいる、さすが組、そう、さすが組で出てたレオ君には申し訳なかったんだけど、もうさすが組にしか目がいかなくて完璧だったの、さすが組がこういうキリ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 カチッカチッのところでじゃあ奇怪な動きがね、これをトライアードカフェとかで練習してる本当に二度と見たい。もうだよね、二度三度見たい。レオさ、風味に似せるためにさ、口にティッシュめっちゃ詰めて、で、目閉じてその上に目を描いて、レディーガガより先にやってた。やってたよね。雑だったけどおしゃれだよ、うん、おしゃれだったね。ずっと目つぶってショーやってるからさ、そうおしゃれだったわ。嬉しい嬉しい、ずっと目つぶってこうやってた後ろでペリがこうやってた完璧だった、ね、いや楽しかったよね。うん、楽しかった。なんかでもね、うん、まあ、あれが結構引きずってて、うん、3年に1回オファーされんの、うん、抱っこしてなんかやってくださいみたいな。いや本当にね、見たい今でも見たい。ちょっと羞恥心をなくしたいね、じゃあね。え、な、芽生えたの、いよいよ。でも、ね、とっかにもうカッコつけてるよペリはカッコつけた。なんか一足先にちょっとカッコつけ始めた、うん、なんか知ってる、ペリちゃんが急に痩せ始めたあたりからカッコつけになり始めたなって、うん、やっぱさ、カッコよくいたいじゃん、DJ だし、うん、まあね、私 DJ だしさ、ね、抱っこして超やりながらっていうバランス取れないじゃん、カッコいい DJ ってさすが組と DJ がバランス超難しいから。まあそうだね、カッコよくないになっちゃう。カッコよくないになっちゃう人が一回見たらもうその印象だね。そうそう、だからあの日に、うん、あの場所に渦巻きにいた多分まあ50人程度かな、50人ぐらいの人だけに目に焼き付いたから、その後の活動に影響はないけど、うん、今 SNS 怖いじゃん。そうだね、だからその50人あの時にはなかったからいいけど、うん、もう今や私も多分カッコつけられなかったと思う。ブランディング、そうそう、 SNS だったら本当被害だよ。アンダーグラウンドのね、地下だけで繰り広げられてるからまだできたけどね。そうそう、まあもう一発でももうすごいよ、ペリが世に発信だよ。ペリがさすがに細川文江も見てくれるかもしれない。でもね、そうしたら本当にあれ、みんなにさすが先生に見てほしい。でも、ね、分身だよって、ね、ハッシュタグつけたら見てくれる。見てくれるかもね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。楽しかったなって方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。またねー。